端末の解説でどんなにこれいろんな種類のバージョンが正しいものと正しくないものと両方含めてですねあって、でどうしてそうなってきたかっていうのは全て列挙してあるんですね。でこれを見ていくとものすごくよくわかるんです。でこのエチュードは実質不聖書が残っています。でその前の聖書に至る前のスケッチの部分、まだ不完全なものというのも残っています。で一番最初の形、ショパンの頭に浮かんだその最初の形がこれ見ると普天の点までまだ欠けてるんですね。普天がついてない。でその後34小節目になった時に「レ」はナチュラルです。「レ」にシャープはないんです。これが一番元の形です、実質譜で。その後ショパンはいろいろ考えて遂行して一応仕上げて、実質不聖書としてそれがフランス初版の定本となりました。それが現在ナショナレーションの主要譜表に載っているものです。次内声がダンスサンドになります。でその次ではナチュラルだけど内声は超サンド。で次に全部単調単サンド。これがフランス初版の定本となったショパンの実質不聖書のバージョンです。それで信頼性が確かかどうかがちょっと怪しまれるものフランス初版第2刷りというのがこうです。同じですね、フランス初版第1刷りと。もうここで内声も単三度。フランス初版第1刷りと今私が弾いたフランス初版第2刷りとでは34小節目の中の内声の方だけ違いがあるんです。あとは一緒。それでまた別のもの、フランス初版を使ってデュボワ夫人のレッスンをショパンが行った時にショパンが書き込みをしています。それが単調になっちゃいます。上も単三度で、その次34小節目の方はやっぱりレはデはナチュラル、つまりシャープついていません。もう一番最初から両方単三度単調個人のレッスンの楽譜でショパンが書いています。このようにエチュード作品 10-3 の中間部にはショパンによる実質不聖書の他にいくつものバージョンが存在するのだ。さらにオーセンティックでない、これは信頼性に欠ける、違うよというのがこれです、ドイツ初版です。この前半部分、つまり30、31小節目は同じです。オーセンティックなものと。でも違うのが次です。レにシャープがついちゃった。そのついちゃったって申し上げたのはショパン本人は一度もれにシャープをつけたことがなかったからなんですよ。でさらに後の時代19世紀後半になってからとかそうなるといつの間にか後半の34、35小節目の形に合わせて前半の30、31小節目まで変えられてしまいました、勝手に。で後半34、35小節目のというふうに今私たちの大部分が耳慣れてきてしまった形に構成になって変えられてしまった。